こんにちは、アマゾンサポーター堀秀夫です。今日はオーストラリアアマゾンの船便で FBA 納品する送料、これを調べてね、さあ送ろうかという、とこまで行ったんですけど、なんとね、そもそもの、通関、ここでねとんでもない費用がかかることが判明して、船便で送るのはね、今回は やめとこうということになりました。でその時にね、分かったことが、商品を送った時の通関制度、ね、普通の通関と簡易通関というのがあって、私たちがね、FBA に納品してた通関方法はそもそも簡易通関だったと、ね、で、簡易通関じゃなくて船便なんかだときちんとした、ね、本式な通関制度が必要になるんで、その場合ね、同じ商品をせめて100個ぐらい送んないとね、全然その船便とか、そういうね、送料を安くする方法にはそぐわないというのが分かったんでね、それについてちょっと説明したいと思います。これはね、別に細かく覚える必要はないです。ただね、なんで今回、ね、船便やめたのか、で送料が安くなるという運び方にどんなネックがあるのか、それについてね、リピート販売で毎月100個以上売れるものが見つかりましたと言った際にはね、逆に安く送る方法のサポートをしますし、逆にそれまでは簡易通関でね、送料をあまり気にせず送った方がいいということのね、説明になります。船便で安く送れるはね、有利になると思ったんですけど、結論として船便で納品しても送料は安くならない、ね、安くならないところがとんでもなく高くつくというのが分かりました。でこの簡易通関って何ぞやということなんですけど、これジェトロの、ホームページの案内です、ね、小口貨物の通関制度アメリカとありますけどね、そもそもオーストラリアの情報ってほとんどないんで、大体出てくるのはね、その制度についての説明なんかの、やつだとアメリカ、ね、最大のやっぱ貿易相手国アメリカなんで、アメリカがよく出てきます。アメリカの場合は、小口通関制度、ね、あるいは略式輸入手続きとね、いう形になりまして、要は、簡単な通関で済ませられるということになります。じゃあ簡単な通関を使わないとどういうことになるのかということなんですけど、これねインボイスに、HS コードというのを書くんですが、この HS コードに応じてね、通関手続きをすると。でこの HS コードを書いて通関手続きをするときに、HS コードって7桁あるんですけど、まず初めの2桁に5900円、次の3桁に5900円、次の3桁に5900円と、ね、1種類の商品につき1万7700円がかかります。でこれ例えばね、初めの2桁で食品、で次の3桁で、インスタントラーメン、で次の3桁で、インスタントラーメンの、そのさらに種類、ね、焼きそばなのか、うどんなのかとか、そんな感じです。ざっくりね。だから例えばね、インスタントラーメンね、ということで1万7700円で、例えば焼きそばを送りましたと、ね、うどんもあります。うどんの場合は最後の3桁違うとこなんで、これにさらに5900円足すとか、そういう形なんですけど、最大ね、全くもうこの初めの食品ですっていうのがね、違う食品でもないようなものだったりすると、全部全く違う、まっさらで1万7700円かかってトータル17万7000円。これが、送るたびに通関制度の手数料としてかかります。これ考えたらね、初めに商品見つけてるときは、1種類の商品を1個送ってね、それを30個とか50個とか送ってるわけですから、とんでもない、通関手続きの費用だけでとんでもない費用がかかるということになりまして、とてもね、もうこれ輸送方法として使えないと。1ヶ月に、あるいは一度の納品でね、同じ商品が100個売れるとか、中には会社によってはね、同じ商品を一度にね、200個、300個、あるいはもっと多く納品している会員さんもいますんで、そういう会社の場合はね、逆にその商品の大きさ、重さによっては、船便っていうのも、考える、段階に来てるのかなと思いますけど、今回、そのたくさん納品している会員さんについては、特段ね、重くも、大きくもないんで、別に、航空便で十分ということで、船便使ってないです。船便なら利益が出る商品っていうのはね、逆にその少ないのかなというふうなのをね、今回のこの通関手続きの、
費用を見てて思いました。まあね、やっぱ調べてみないと分かんないというか、やろうとしないと分かんないってこと結構ね、いろいろあるもんですけど、まあ今回はこの、通関手続き、通常は、簡易通関で、ね、通関の費用が非常に安く済んでる、あるいは関税かからないという形で納品してますけど、本来はね、かなり大変で、結構な費用と手間がかかるもんだなというのが分かったんでね、その情報をシェアさせていただきました。ということで、ね、初めの段階で船便を利用するというのは現実的でないというのが分かりましたんでね、アメリカとオーストラリア向けには DHL、ね、シンガポールには EMS という形でね、納品していっていただければと思います。アマゾン一サポーター、堀秀夫でした。